バイオデア局。さあ皆さんこんにちは、名古屋のジーモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今滋賀美容室の前を通過。滋賀美容室昭和だね。でこのレトロのね工場跡、書道教室になってるけどまだ健在です。がっつりあります。まだ住んで見えるね、よかったよかった。古い建屋はできるだけ残してほしい。と言って僕の持ち物じゃないから偉そうなこと言えないけど、鎌塚町を走行中。男爵やコロッケ店じまい、店主経過で治療長引き、店じまいって書いてありました。そういうこともあるんだね、はい、若干昭和レトロ家屋があります。杉山もどっちかっていうと東部が多いですかね。名古屋の東部とか日清とか、はい、平子1丁目です。いや左側は平子2丁目でした。浅熊ね、浅熊健在ですよ。でこの作業用品もなんとなくレトロで、浅熊ね、ちょっと最近行ったんですけど、うーんって感じでした。うーんっていう、後で言います。ここなんだったこれ、ツタヤなくなっとるよ。ツタヤこれ残念ながらツタヤ管理地になっとる。はい、カフェイロハかアロハかと思ったらイロハになっとった。カフェイロハ面白いね。さっき何の話だ、浅熊の話ですね違う話だと忘れちゃう浅熊の話ですけどね、ちょっと少し前にね浅熊行くことがありまして、まあ浅熊ね、もう幼少の頃から浅熊は好きですよ。もう和風ハンバーグね、子供の頃は学生ハンバーグみたいな、学生ステーキか、学生ハンバーグ、妙にお客少なかったんですよ。結構ね意外と混んでたのになんか少ねえなと思ってね、なんでかなと思ったら、いろんなとこがグレードダウンしてましたね。まずね鉄板のあの焼く、なんていうのあれ、ペレットじゃない、なんていうんですかね、お肉焼く丸い平べったいあの円形のね鉄板みたいなやつ、あれがなくなっとった、ついてなかった。まあハンバーグの前はついてたはずですけど、あれなくなっとった。あのコスパもいかんよね、やっぱあれがあってこその浅熊だしね。あとはねサラダもね質が悪かった、ちょっとこう茶色くなったような感じ。それからねドリンクバーもね悪なっとった。だからお客減ったんだよねきっとね。まあお客は正直ですからね。東浦通りのバス停はよく通過。だからまたね業績不振になりかねんなってちょっと見てて思いましたね。これではまたお客逃げるぞって。はい、クリーニング店、はい、米田コーヒー店、桜台店です。桜台高校の東側ですね。桜台高校もう半年以上前来たな、取材済みですけど、すいませんまだ動画できておりません。まあね動画食べるの趣味って言ってますけどね、なんか自分が怪我とかなんとかで動けなくなった時に取材けんくなった時のためです。ぶっちゃけ言うとね、リスクヘッジ貯めるのが別に趣味じゃないんですけど、まあもちろんあのワンオペでやってるからそんなに動画って編集できんし、アップも1日2本も3本もやったら効率悪いでしょ。だからまあその間にはこう取材はね結構もう道中全部動画にしてますからね、ほぼはい、それ道中全部動画にできるように走ってるところあるので、まあ、なのでたまる一方なんですけど、貯めとかないとね、まあ、名古屋人堅実ですから、何かあるといかんとちゃんとね貯めるものを貯めとかないか、お金は貯まらんけどね動画だけは貯めようと思ってで貯めてます。だからどう 1年ぐらいは大丈夫ですよ、全然取らなくても。あと、ああ木曽路残っとるよまだ、いいねあそこ木曽路、見えます、コーヒーコカ・コーラ木曽路、めっちゃいいよねあの錆びつき具合、あの看板の横のねあのテント、あの木曽路じゃないけどあの赤いテントがいいね、一体的でいいじゃん。木曽路はやっとらんのか、コーヒー木曽路はねバールビーになってる、看板だけ残ってる、まあいいけどね。コーヒーはね横の喫茶店違う店だわ、でもおばあちゃんたちも憩いの場になってる。
みんな自転車で来て今帰ろうとしてる。まあ多分朝モーニング来て、モーニング食べ終わったでまあ帰ろうかってところですね。まあでも年を取るとやっぱりご近所に友達がいるかいないかってね。あ、これいいの見つけたよ。ちょっと取っとく。これいいね。極めつけ、これサムネだな、間違いなく。がっつりサムネ、がっつり昭和レトロ、いいね、めっちゃ雰囲気いいよ。ザ昭和です。ここだけザ昭和です。素晴らしい。こっち側もいいね。これも時間の問題だな。ザ昭和家屋、昭和レトロ家屋の横を抜けまして、はい、桜田中学校前を通過。あー、手作りパンの店、妙にレトロだな。ここもすごいじゃん。中駅商店、めちゃめちゃ横山って書いてある。コンドッセって書いてあるな。美味しいパンの店。さあ、ここは買取通り4丁目まで来ました。買取通り4丁目、タイが取れたとは思えんけど、なんで買取通りなのか、また地元の方教えてください。地下鉄の駅あそこに駐車とか、まあ、地下鉄の駅があるように見えんけどね、さりげなくあります。こういうビルのところにビルトインされとる駅の出入り口ってどうなんでしょうね。ビル壊せへんね。さあ、桜田町前動画にしたのは4丁目です。あ、ここ昭和。そこ住み整体院がいいね。ちょっとレトロじゃない。あの格子がいいね。2階の窓のところについてる。で、出たミニカーフェニックスショップ。どっか引っ越したっつったっけね、今やってる感じじゃないですね。あ、ここもなんかレトロかな。左側何屋さんか知らんけど、不動産業者みたいな感じ。さあ、そこもレトロ見えてきましたよ。左側焼肉、出たおもちゃの長田。その奥にレトロがあった。ここ前見落としとったな。ここもいいね。喫茶スカイとヘアソロン堀、いいね。おもちゃの長田、八乙女食品、いいね。あー、ピザのいい匂いしてきた。ゴリラ接骨院、すごいな。どんな接骨院じゃ。ゴリラ接骨院、ゴリラガラスとかね、ゴリラマウントだったっけ、カメラ、ゴリラ三脚だね。なんかゴリラつくもありましたけど、接骨院でゴリラぐらいにすごい人がバキバキってやるのかね、ちょっとわかりませんけど。紙切りやジャック、怖いな。さあ、このパチンコ店っていうのもだんだんもう貴重な存在になってきつつありますね。今ね、どんどん街の中から今消えていってる。